Everyone, I'm glad to see you,何？何？お相撲やりたいのあなた？お相撲やりたくないです。今お相撲やろうぜお相撲って僕に向かって言ったよね。はい、先に待っておりました。お相撲やろうぜお相撲って言ったよ君。お相撲やろうぜお相撲って言ったよ。言ってないです。1軒目はこのように追い払いました。どんどん追い払っていきます。なんすか？何？お相撲やりたいの？ん？今俺にお相撲やろうぜお相撲って言ったじゃん、あなた。トークランドですよ。お相撲やろうぜお相撲って言ったよね。言ったよね。お相撲って言わないよ。お相撲って言った。言ってない。お相撲って言ったの、あなた。お相撲って言った。お相撲やろうよ。だからお相撲やろうか。せっかくだから。お相撲やろうって言ったじゃん、僕に。お相撲やろうって言ったじゃん。トークランドって言ったんですよ。お相撲って言ったんでしょ？お相撲でしょ？またお相撲って言ったじゃん。お相撲ね。お相撲やろうか。じゃあ。お相撲はやんない。お相撲やろうぜ。お相撲って言ったのおじちゃんだよ。トークランドってのお相撲って言ったよ。またお相撲って言ったね。トークランド。お相撲やろうか。じゃあ。お相撲やろうぜ。ところでトークランドって何？セックスをするのか。セックスって何？何？それよ、お相撲やろうか。性欲です。お相撲やろうか、うん、それよりお相撲やろうよ。相撲やろうぜな、おやじ相撲やろうぜ。お相撲ね、トークランドです。あ、またお相撲って言ったじゃん今。お相撲やろうって言ったじゃん俺に。お相撲ね、トークランド。あ、お相撲ね、お相撲ね。またね。いやいや、お相撲やろうぜ。お相撲やるんだよってまた言ったじゃん今。またお相撲やろうって言ったじゃん。お相撲やんない。お相撲やんない。お相撲やろうよ。お相撲発狂王に残ったってやろうか。ねえ、お相撲やろうぜ。年が違うんかダメ。年が違う。生まれて初めて知った横綱は誰？え、逮捕。じゃあ60代か。俺40代だ。お相撲やろうぜ、やっぱり。お相撲やろうぜ。お相撲やろう。やろう。あ、だね、よろしく。はい。僕のこと連れてきたかったら5問出すから3問以上正解できなくちゃいけない。はい、今度はお相撲で追い払いました。お相撲で追い払いました。続けていきましょう。何でやんだ。何？相撲したいのあなた。何すか？相撲やろうって言わなかった今俺に向かって。いや、お探しないですか？お相撲やろうぜって言ったんじゃなかったの？あ、言ってないです。言ってない。お相撲やろうぜって言ったじゃん今。え、いや、言ってないって言ってるんで。何がしたいんですか？何？ここから。何やった？ちょっと待った。何？お相撲したいのあなた。いいよ。やりますか？いや、やっぱいいや。僕のことを連れてきたかったら5問出すから3問以上正解できなきゃダメ。簡単な問題。謎なぞじゃないよ。オリンピックのマラソンで一番遅い記録は 何分だ。クイズに正解しなきゃダメ。クイズに正解したら言ってあげる。オリンピックのマラソンの一番遅い記録は、オリンピックのマラソンの一番遅い記録。遅い記録？うん。遅いのはだってあれだろ、もう途中でも終わりだろ。でも記録は残ってんです。何て？うん？言ってみてよ。54年8ヶ月と6日、5時間32分20秒3。今言ったの本当だからね。しかも日本人だからその記録持ってんの。さて、その記録を持ってる日本人は誰？その記録を、今の記録を持ってる日本人は誰でしょう？はい、はい、このように客引き撃退はクイズでも撃退できます。何？お相撲やりたいんですか？あなた今僕に相撲やろうとか言わなかった？いやいや、あの遊び。
相撲？それって相撲のこと？はい、続けてどんどん行きます。この町は客引きがいるのでいろいろ追い払うことができます。じゃあ今度は外国語を喋ってみましょうか。では今日はロシア語ロシア語喋ってみよう。今日はロシア語を喋ってみます。次はロシア語で言ってみましょう。Привет. Привет. 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 Как дела? Six. What are you saying? What are you? What do you want to speak? Speak. What do you want to know? What do you want to say? Six. No. Six? Six. I'm not interested in sex. 日本語で喋ってくださいよ。I cannot speak Japanese because I'm from Mongolia. Mongolia? Yeah. Sex? どうですか? Sex? I have no money. No money. このように。じゃあ今度はクイズでもやってみましょうかね。はい。何？お相撲やりたいのあなた。あよ怖い。今お相撲やろうぜお相撲って俺に向かって言ったじゃん。はい、今のは中国マッサージ中国人のマッサージ女でした。キャッチのことを映すことはできませんので。あらかじめご了承をくださいなので、私の顔のドアップとなっております。はい、僕のことを連れてきたかったら5問出すから3問以上正解できなきゃダメ。そろそろ客引きいなくなりましたのでここら辺で今回の会話をお開きといたします。ご視聴いただきありがとうございました。今日は初めてロシア語を 使わせてもらいました。プリビエット、英語に訳すとこのプリビエットというのはハローよりはハーイの方だそうです。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。フォーサイスレオでした。